昨夜、御殿場市で男性が男に棒状のもので殴られ怪我をしました。警察が強盗致傷事件として調べています。昨日午後9時ごろ、御殿場市グミ沢の駐車場で男が男性に金金と現金を要求しました。男性が拒否すると、男は持っていた棒状のもので男性を殴り、腰などに軽い怪我をさせ、その場から逃げました。警察によりますと、逃げた男は身長180センチから190センチくらい、がっちりした体格で黒の上下にキャップ、マスクを身につけていたということです。